はじめまして、マスター。私のことはラップとお呼びください。皇帝ナポレオンから副官であるラップ将軍へと送られた銃。それが私ですので。皇帝の仕事量は凄まじく、彼についていける人物は限られていたそうですが、そんな皇帝の副官を10年間務めたのがラップ将軍であったのです。奇獣士となり将軍の名をもらい受けた私ですが、はあ、やれやれ、これも何かの縁でしょうか。この騎士で私もナポレオン陛下のお世話をすることになりそうですね。奇獣士ナポレオン、彼は自身をナポレオン・ボナパルトそのものだと思っているようです。そして私のこともラップ将軍その人だと思い込んでいる様子。あのナポレオン陛下は人の話を聞きませんからね。しばらくは彼の言う通り副官のラップ将軍として振る舞うのも良いでしょう。あの尊大な勘違い奇獣士に付き合うのは尺ですが、副官という立場はなかなかどうしてしっくりくる、そんな気もしますからね。それに彼の副官、つまり軍人として扱われるのは私にとっても好都合。私は奇獣士である己を軍人であると自負していますので、軍人の務めは強くあること。奇獣士が強くなるには高貴さを磨き、絶対好奇というものに目覚める必要があるそうですね。ならば私はレジスタンスの活動を通して功績を上げることにします。それこそ軍人である私にとっては高貴な行いですからね。ラップ将軍のごとく勇ましく戦いましょう。マスター、それで問題ありませんね。マスター、ただいま帰還いたしました。ご心配なく、作戦は無事に成功しましたよ。私も作戦に参加し功績を上げることができました。絶対好機というのでしたか。その力に目覚めたのも私にとっては大きな収穫です。これでまた軍人として奇獣士として前進できたと言えるでしょう。無論多少の傷は負いましたが。え？いえ、マスター、治療は結構。傷は男の勲章と言いますでしょう。戦場での傷は軍人の誇りですので。ラップ将軍も勇猛果敢という言葉そのものであると言われた方で、体には戦場で負った24もの傷があったのです。しかし、そうですね、いかに傷が軍人の誇りだといえど、今日のような軽い戦闘で怪我をしてしまうなど、体がなまっている証拠かもしれません。今後の作戦に支障をきたさないようもっと鍛錬を積まなければ。うん、それではマスター、私はこれにて失礼しますよ。たった今大切な用事ができましたので。おや、マスター、あなたも支援物資を受け取りに。焦らずとも、こちらの大きな木箱は私とレジスタンスの男たちで食堂まで運びますので、少々お待ちを。なかなかの重さですが、これも鍛錬の一環といったところですね。私の傷ですか。まだ完全には治っていませんが、ご安心を。この程度の傷、鍛錬には支障はありません。何でしょう、木箱に小さな金属らしきものが。これは
発信機というのですか。そういえばレジスタンスの者から聞いたことがあります。世界帝軍が敵の居場所を追跡するために使用する機械だとか。いけませんね。さっさと壊してしまいましょう。これで問題ありませんね。いえ、褒めていただくほどのことはしていません。ネズミ退治には慣れていますので。それにしても世界帝軍にはこのような最新の軍備があるのですね。我々レジスタンスにはそれがありません。ナポレオン陛下もレジスタンスの軍備を拡張するべきだと言っていましたが、あの陛下もたまには的を射た発言ができるというわけですか。はい、マスター。何の御用でしょう。私ですか。私はこれから古銃の収集へ出かけるのです。陛下は部下が私しかいないことが大変ご不満だそうで、あの頃の連戦連勝というのは優秀な元帥たちによって支えられておりましたからね。彼らが集まれば向かうところ敵なし。陛下は自分の周りをより完全な布陣で固めようとしているわけです。まったく、あの馬鹿げた妄想に巻き込まれるのは私一人で十分でしょうね。ともかく陛下は皇帝ナポレオンの部下が所持していた銃をご所望なのです。その銃をマスターに機銃手として目覚めさせていただき、部下として従えようという。陛下らしい、なんとも単純なお考えですね。その銃が機銃士になったところで陛下のあの言動に付き合いきれるとは思えませんが、まあいいでしょう。どんなものであれ古銃が見つかればレジスタンスの軍備拡張にもなりますし、一石二鳥ということで。それにしても古銃というのはどこへ行けば手に入るのでしょうか。陛下に聞いたところでまともな答えは得られないでしょうし。マスターはご存知ですか。ラップ、古銃探索よりただいま帰還いたしました。マスター、あなたに教えられた通り美術館へ行ってみたのです。戦争で爆撃を受けたせいか美術館は見るからに荒れ果てていました。念のため美術館の中も探しましたが、強盗にでも入られたのでしょう。美術品らしきものは一つもありませんでした。私も陛下も、もしマスターに出会わなければあの美術館のように無残な姿になっていたかもしれないのですね。しかし私はあなたに救われ機銃士になったおかげでこのように働くことができています。あの美術館で私はマスターへの感謝の思いを新たにしましたよ。ああそうでした。陛下にも美術館には古銃がなかったと伝えたのですが、大層ご立腹で早速次を探すよう命じられてしまいました。ですので今度は陛下と共にレジスタンスの皆にも協力を仰ぐことにしたのです。まったく慌ただしいことです。私にはマスターや基地の皆とゆっくり語らう時間もありませんよ。私もレジスタンスの一員として他の者たちとも親交を深めておきたいのですが、作戦中には不慮の事態が発生することもあります。そんな時仲間のことをどれだけ知っているか、それが作戦の成功率を大いに左右することもありますからね。
しかし、それはひとまず後回しとしましょう。今の私にとっては、補充を見つけるという功績を挙げることこそ重要事項。それによってより好奇心を磨き強くなり、私を救ってくれたマスターに報いたい。そんな気持ちの方が大きいものですから。